ごめんください。誰もいない。いらっしゃいませ。え、なに？やめて、なに？やめて、やめて、やめてください。私、当店のマスターの猿田彦と申します。店主、こんなちっこいのが妖精みたい。何言ってるんですか。どこからどう見ても人間ですよ。いや、どこが？絶対違うでしょ。つついたり文句言ったり、一体何なんですか。あ、お客様でした。ふざけてます。いや、実は接客初めてなんですよね。自分の店を持つのが夢だったんですよ。ドヤ顔やめて。さて、次はどうしたらいいんでしょうね。いや、自分で考えてよ。おもてなし、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 おもてなし。逃げた。お帰りなさいませ、ご主人様。絶対違う。猫耳。いらんわ。尻尾。いらんわ。猫カフェ。いらんわ。コーヒーを猫だのウサギだののおまけにするなんて。シュッシュ。その理論でいくと、今やってるメイドさんも同じようなもんなんじゃないの。そんなこといいから、早くコーヒーが飲みたいんですけど。今おもてなししてる最中でしょうが。もてなせてないでしょうが。ではこれはどうでしょう。なぞなぞだ。急に。なぞなぞに答えたら一杯飲める。珍しいルール。上は洪水、下は大火事。これなんだ。お風呂。ベベー。正解はサイフォンでした。コーヒー縛りなの。第2問。あのさ、そうやって時間稼ぎして、本当はコーヒー飲まれたくないんでしょう。あ、自信ないんでしょう。言うな。もうちょっと、ちょっと、ちょっと待ってよ。私は今ブラックな気分なの。お釣りはいらない。いい？また来るから。